いつは君よです、先ほどの動画でちょっと言い過ぎだったなと思ったのはですね、20世紀美術というのはイズムの時代でありまして、そしてイズムというのは結局は、演劇法的だというふうにして、言ったんですけどね、それはねやっぱりね個別のイズムを確認してみないとわからないと、で個別のイズムを確認してみないとわからないという思考法が認識法が、機能法なんですね。だから私も機能法的に考えなければならなくて、そういう安易な断言は、いけないというふうに思った次第なんですけども、まあ最もねその、まあ、近代というのはその、まあ、2つあってね、で、まあ、彦坂直義先生も2つの近代と言いますけども、まあ、僕の今の僕の言い方をすればその機能法的な近代と演劇法的な近代があるんですね。で、まあ、演劇法的な近代というのは、初めに何か定義するわけですよ。でそれはまあそのデカルト系ね、そして、それがまあフランス革命に流れ込んで、そして、共産主義だ、共産主義を生み出すわけですね。で共産主義っていうのは初めにそのいろんな定義するんですよね。で理想の国家を思い描くんですけども、結局はそのまあ演劇法の敗北というのは、その結局はまあ共産主義に、象徴されるわけで、それでまあますますダメなところことが明らかになったというふうに私は思うんですよね。だからその共産主義ってのはその20世紀席巻しましたからね。だからその共産主義的な、演劇法を、共産主義的な演劇法だ、ね、演劇法と機能法がどうしてもごっちゃになってね、何度も言い間違えるんですけども、それがその20世紀美術のイズムに影響を与えないとも限らないわけなんですけど、しかしねそれにしてもね、まあ、個別に、見てみないと、判断はできないとね、一律にこうだっつってね、SF 的な設定でね、 SF の設定なんですよ結局は演劇法なんていうのは。だからそうじゃなくて個別にちゃんと見て判断する必要があるというのが機能法的な方法論なんですけども、ですからねそのまあ、彦坂先生もおっしゃってるんですけどね、でつまりその芸術家になろうと、ね、自分の芸術を作ろうというふうに思い立った時に何をしなければならないかということなんですよ。でそうするとそのまず作るよりも見ろというのが、彦坂直義先生の教えであって、でそれは機能法的な方法なんですよ。でまずその芸術家になって芸術作品を作りたいという時に必要なのは、芸術ってね一体世の中にどんな芸術作品があるのかを知ることが大切なんですよね。でそういうふうに言われるとまあ、それはそれで理が通ってるんですよね。だから世の中のつまりその芸術とは何かっていうのは誰も知らないわけですよ。つまりその人間っていうのはその生まれた直後の赤ん坊っていうのは何も知らない状態で生まれてくるわけで、そして芸術とは何かも全然知らない状態で生まれてくるわけですよね。で芸術とは何ですかっつってね、大人に聞いてね、芸術とはこうであるっつってね、芸術はうまくあってはならないっつってね、芸術は綺麗ではあってはならないっつってね、伝統も教養も関係ないって、お前の全てをぶっつけろって、それが芸術だっていう定義を教えてもらうっていうのが、それは演劇法なんですよ。で機能法っていうのはまずそのとにかく芸術ってのは古今東西いろんな芸術が作られていて、でいろんな作品が芸術であるとか芸術でないとか言われているので、つまりその実例を見ましょうと、ということでその、まあ、彦坂直義先生はそれを誰に教わったわけではなく、直感的に、まあ、その中学時代から上野の東博に通って、で実物の芸術を見ると、ね、自分に分かるとか分かんないとか、自分にその良し悪しが分かるとか分かんないとか関係なく、世の中で芸術とされているものが何なのかってね、何が国宝とされているのかっていうね、そういうものをね実例を見ようと、でそういう機能法的な発想で、まあ、ずっと来ていた、方だというわけなんですよ。でかたやねやっぱり私はね演劇法で来たわけですよね。だから普通に言われるのは
そのまずね、人の作品見ちゃいけないって言われるんですよね。でつまりその人の作品見ると影響を受けるから、なるべく他人の作品を見ないようにと、ね、自分のオリジナリティをこう何もないこうゼロから創出するのが芸術だと。私はねこう誰かに直接教わったわけではないんですけどね、まあ、その辺記憶はないんですけども、とにかくその岡本太郎的な言説というのは、もうね戦後の日本の、世の中にこう蔓延してるのでね、もうあの自然に生きてると自然とそういう、考え方がねもう染み込んでいるわけなんですよね。だからそのまず、とにかく他人の影響を受けるから他人の作品は見ないとね。でそのもう自分の中だけでこう自分のオリジナリティを発揮するんだというふうにしてこうぐっとこう日々悩んで、考えあぐねていたのが大学時代でありまして、しかしそれではこう何も生まれなかったとね。それでまあ自分は才能がないんだっつってね、落ち込んでいたんですけども、でその中でその赤瀬川源平さんが芸術の新しい定義を私に与えてくれたわけですよね。でそれが超芸術トマソンなんですよ。でそれはその人間の才能に、個人の才能によらない芸術ですねという定義を与えてくれたとね。でその新しい定義によって、救われたんですけども、しかしねそれはで、ね、結局は定義に過ぎないわけですね。でそうやってその、定義に基づいて芸術を作っていると、まあ、結局はねその行き詰まってくるわけですよ。で結局その定義に基づいてある程度のこうクリエイティビティは発揮できるんですけども、結局はその定義には限界があるわけですね。世の中もっと複雑ですからね、定義に外れるものはいっぱいあるわけですよ。でそうするとそのもう定義でこう物事を考えると、その定義から外れるものには対応できないとね、分かりやすく説明すると、そういうことになるんですけども、ですからまあそのやっぱりね彦坂直義先生の方法論に習うならば、そのまずね芸術とは何かっていうのはね定義してもしょうがないと。でやっぱり芸術の実例をね見なきゃいけないと。でそれはね日本のその美術大学はじめ学校教育ではねどうもね教えてないんですよね。で一つはまあ前の動画でも言いましたけど、それをするのは非常に面倒くさいので、みんなやりたがらないと、ね、だからそんな面倒なことを教えていないと。でその近代というのは合理化の時代なわけでありまして、もっと合理的な考えをしようと、合理的っていうのはその簡単で簡略的なっていう意味での合理的ですけどね。 でもね、まあ、そういう何でも簡単に済ませればいいという時代ではないわけです。今時代はポストモダンですね。そういう簡単な考えでは追いつかないと。人間は多様であると、さまざまなマイノリティがいるわけですね。つまりその、性に関しても男と女だけではなくて、その中間がいろいろあって面倒くさいと、ね、でそういう面倒くさい、世界に対応しようというのが、まあ、今の時代でありまして、そうすると、まあ、結局は、これからは、ね、やっぱりね、まあ、時代も令和でありますしね、機能法なんですよ。そしてその人類史というものを見直してね、人間とは何なのかっていうのはね、ちゃんとねこの実例を持ってね、みんなそれぞれね認識した方がいいと思うんですよ。それはねみんなって、私も含めてですけど、私にも言ってるんですけどね、実例っていうのはつまりその、歴史的記述として実例が描かれているわけですよね。そういうものを見るだけでね全然こう物事の認識が変わってくるんですよ。だからまあ私の場合で言うと、最近だとその世界美術全集というね、もう最後の美術全集ですね、日本で出た最後の美術全集ですよ。最後っていうのはもう印刷物の時代ではないですからね、その定価2万の美術全集、一冊定価2万何千だったかな、その美術全集全28巻というかもう出ないんですけど、それを彦坂直義先生が、持っておられまして、それをまあ私は、もうとりあえずパラパラっとねめくってみたと。もうそれこそ速読の速さですけどね。でそれだけでもねやっぱりねその、人類の美術史の流れがなんとなく分かってね、結構ねすっきりするんですよね。だからそれはその、
芸術とはこうであるというふうにして自分で勝手に定義して、想像したイメージした SF 的なイメージの芸術ではなくて、まあ、実際にその芸術と言われるものが歴史の中で変化していくわけですよね。でその変化していく中でね、これが面白いのはね、最初良かったものがね途中でものすごい悪くなったりするんですよね。でそうやってね、良くなったり悪くなったりするところもね、見ることができるのが面白いと。でもちろんね、世界美術全集、それはまあ、日本で出版して日本人が編集したものですけども、まあ、その意味で言うとその編集者の、主観であるとかね、それとまあ、まあ、それこそね演疫法的な取捨選択があったのかもしれないですけども、だからそこは割り引いて考える必要はありますけども、とりあえず何であれね、そういうのをねこう外観して見る必要はあるわけで、まあ、とにかくね、まず作る前に見るというのが、機能法の作り方でありまして、逆に言うとね、その演劇法的な美術の作り方、アートの作り方というのは、まあ、初めに定義するわけですね。だから僕は高階修二先生の20世紀美術を誤読していたのかもしれないですけども、とにかくこう何かイズムを作ることが芸術の創造だというふうにして思ったんですよ。イズムを作るってことは自分なりに芸術を定義するということですよね。で実際にその、まあ、イズムを主張する人っていうのは今あんまいないですけどね、でも結局自分なりの芸術はこうだっていうね、その定義に基づいてそれぞれの作品を作ってるように私には思えるんですよね。だからあの芸術って何ですかってそれぞれのアーティストに聞くと、まあ、これこれこういうものだって言ってね、それぞれが、言うわけですよ。それはまあ写真もそうですけどね、写真とはこういうものだというふうにして、それぞれのイズムがあって、でそれぞれのイズムが、それぞれの作品に直結していると。でそれはね、演劇法的な、認識法であり、まあ、アートの作り方であるんですよね。で実際にそのやっぱりアーティストってまあ、僕もそうでしたけどね、その、まあ、写真家なら写真しか見ないしね、で現代アートの作家だったら現代アートしか見ないという傾向があってね、でより広く物事を見るということはあんまりしないように思えるんですよね。で、まあ、僕も変な人で、その僕はねまたね、その、結局他人の作品と影響を受けるっていうことを言われてたので、これね写真家の人にね時々呆れられるんですけど、僕写真のこと全然知らないんですよ。ね、写真家なんだけど写真のこと全然知らなかったんですね。まあ、最近はいろいろ作家さん知るようになりましたけども、で糸崎さん写真家のくせに写真のこと全然知らないんですねって呆れられるんですけど、まあその割にねその、生物学に詳しかったりとかね、現代思想かじってたりとかね、そういう風にしてこうなんかこう中心に行かずこう周りを固めると、ね、そういう方法論をとっていましたけど、まあ、それはそれで問題あるんですけどね。で、まあ、そこはだからとにかく、まあ、自分自身もその、まあ、思考の切り替え、認識の切り替えというのはしていたんですけども、やっぱりねもっとね意識的にねその演疫法から機能法へというのをね、意識しなければならないというふうにして改めて思った次第であります。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。あと、コメント欄もねお待ちしておりますね。自由にね何でもね、私の悪口でも何でもバリ道言でも、ちゃんと受け答えしますのでお書きいただければと思います。